よかろう。受けて立ってやる。来た。あとは乗るかするか。乗ってやるぞ。ウヌラの挑発に余自身にも興味がある。そのような隙が生じるとは全く想像だにしなかったのでな。だが、残るは二人。ダイ、ポップ。厳しい。ポップにどんな秘策があるのか知らんが、あの二人だけでバーンの奥義を破るにはあまりにも傷つきすぎている。そう、肝心な時にあいつらの盾にもなってやれんとは。世の見たところ、ダイにはもうギガストラッシュを放てる体力は残っておらん。そしてとどめの一撃がメドローアなら、先ほどのように確実に弾ける。跳ね返せないまでもな。どちらもとどめをさせない。世の興味はそこだ。どう考えても、もうウヌラ二人だけでは、先ほど言っていた策はできない。世の奥義をしのぎきること自体が、まずできないはずなのだ。どうやって世に決めの一撃を食らわせるつもりなのか、ぜひ見たい。